This man is wearing black, holding a professional record of 14 wins with 12 KOs and 8 losses. He stands 216 centimeters tall, weighing in at 117 kilos, 260 pounds. Fighting out of the USA, Julius Towering Inferno Law. これが K1 初参戦です。2m16、ジュリアス・タワーリング・インフェルノ・ロングです。Fighting out of the red corner, wearing camouflage, he holds a K1 professional record of 14 wins, with 12 wins by knockout and 8 losses. He stands 211 centimeters tall, weighing in at 151.4 kilos, 336 pounds. Fighting out of South Africa, Jan the Giant Norki! こちらは2m11、南アフリカ、ヤンザ・ジャイアント・ノルキアです。さあ、2つの超巨体がレフェリーに促されて、今間もなくリング上で、この2人です。ヤンザ・ジャイアント・ノルキアが大きく見えないというね。あのレフェリーの大成さんもね、185センチぐらいあるんですけども、あの2人を 見上げるような形になりますが、かなり大きいですね。2m16 が左、 K1 初参戦のジュリアス・ロング、ヤンジャ・ジャイアントのノルキアおなじみの選手ですが、ノルキアも 2m11 あるわけですが、そのノルキアよりもさらに5センチ大きいジュリアス・ロングが K1 初参戦。 USA トーナメントの初戦、勝ち上がるのはどちらの兄弟か。まさにヘビー級のメガバトル。ジュリアス・ロングがまずはジャブを見割っていました。おローキックです。ノルキアローキックから出ました。ね、あのボクサーですから、ジュリアス・ロングはですね、15戦ぐらいしてる、あのスーパービッグのボクサーなんですよね。はい、キックボクシングファイトはジュリアス・ロングはこれが初めてです。そうね、ボクシングで7年間キャリアを積んできました。あのジャブの非常にうまい、この大柄の割にはですね、はい、非常にあのテクニカルな選手なんですけど、ジュリアス・ロングの右フック、クリンチに行くのはヤンザ・ジャイアント・ノルキア、近い距離からショートフックです。ジュリアス・ロングはボクシングキャリアが7年間、まあ、本人の成績をそのままご紹介しますと、26戦して18勝8敗という数字が残っているそうです。はい、KO は10、ボクシングの世界を奪ってきたジュリアス・ロング、キックボクシングの試合はこれが初めて。まあ、そのあたりもあってノルキアとしたら最初ローキックにやったから入ってきたかもしれない。そうですね、やっぱり足は非常に細いので、あのノルキアとしてはローキック狙いでしょうね。はい、左フック、おっとジュリアス・ロングも左フック、空を切っていますが、非常にやはり迫力があります。左フック、ロープ際に迫ってくる。このロープ際のすぐ後ろが実は放送席なんですが、間近で見るとノリカさん、やはり大きいですね。2人はね、大きい2人ですね。ちょうどまさに今ノリカさんの 2m ぐらい前のところで試合をしてたんですけれども、目の前が全く見えなくなります。迫力ありますね。今のロープ来ましたね。はい、このロープ、ジュリアス・ロングが K1 初参戦、青いグローブ。ノルキアもキックボクシングファイター2年目なんですね。これロックだ。このロックは非常に有効です。まあ、総合格闘技の試合などでは出場しています。左フック、ジュリアス・ロングの左フック、ノルキアはこれはロックで展開してます。入った、左フックが入った。ジュリアス・ロングの左フックがテンプルに入っている。しかしまだ倒れないままノルキア、相手の左フックは警戒しています。左アッパー、これは入らない。コーナーを背負いますが、そのコーナーがひしゃげそうになっています。一旦大成レフェリーが時計を止めました。ちょっとノルキアが出血しましたから、ね、あ、出血しましたか。右の眉間のあたりですね。ちょっと今放送席からは視覚になって確認ができません。あ、そうですね、右目ですね。右目をカットしています。はい、今ドクターのチェックが入ります。試合は第1ラウンド、こちら 2m16 K1 初参戦のジュリアス・ロング、そのジュリアス・ロングと対戦する 2m11 のヤンザ・ジャイアント・ノルキア。ノルキアもなかなか自分よりも大きい相手というのはほとんど対戦相手が、まあ、スパーリングでもないわけですから。眉間ですね。眉間ですか。眉のあたりですね。右の目のあたりから出血が見られたヤンザ・ジャイアント・ノルキア。ドクターのチェックが入った後、試合続行です。この2人がリング上で相手が見えて、左フック、早々両者とも無傷で勝ち上がれるはずはないといった感じもしますが、左フック、なんと左フック相手にゴールド、ノルキアも左だ、ノルキアも左、
近い距離からの打ち合いになっています。2メーター16と2メーター11が大きな拳を振り回している。森さん、はい、ノルキアの怪我の状態ですがね、はい、右の眉毛の眉尻ですね、眉尻、はいはい、長さが1センチぐらい、深さは大したことがないので、ドクターのチェックによりますと、このまま続行だということです。わかりました、はい、長坂アナウンサーのリポートです。まあ、これだけの大きな拳を振り回すわけですから、東原さん、これはね当然無傷で終わるはずはない試合という感じもしますね。そうですよね、トーナメントだっていうことを忘れてしまいますよ ね、優勝までには3つの勝利が必要なわけです。はい、ノルキアのこの第1ラウンドの怪我はまだ大したことないようですが、ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。 2m16 のジュリアスロング対 2m11 のヤンザジャイアントノルキア、第1ラウンドが終了しています。初参戦のジュリアスロング、そのジュリアスロングと対戦するヤンザ・ジャイアント・ノルキア。ノルキアはこの第1ラウンドからローキックを積極的に出してきています。あのジュリアスロング選手、ボクシングの試合見たことがあるんですけど、はい、どっちかというとヒットアンドウェイの選手なんですけども、はいはいはい、今日はあれですね、やっぱり初めての、まあ、あの K-1 ルールということで周りが非常に近くなって、なんかぶつかり合ってますよね。やはりボクサーが K-1 のリングに上がった時に一番最初に戸惑うのはローキック、ね、そうですね、だから蹴られたくないから、はい、まあ、早くパンチで仕留めようっていう、はい、舞台はハワイブレイズデルアリーナ、優勝までには3つの勝利がまだ必要です。ワン・ツー・スリー、2つの大巨人のぶつかり合い、ヤンザ・ジャイアントノルキアは完全にローキックを軸にして、あ、左フック相打ちだ、左フック相打ち、前のめりになってジュリアスロングが大きなフックを振り回してくる、あ、ヒラ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 、このローキックが効いた。この後ジュリアスロングは前に出てこられるかどうか、かなり足が効いてますね、あ、ふらついている、バランスを崩しています。ノルキアチャンス、ノルキアチャンス、嫌がってますね、完全に嫌がってます。ノルキアのローキック、2メーター16のパワーリングが崩れ落ちる。ノルキアのローキックでまずは1つダウンを奪った。準決勝までは2ノックダウン制です。あと1つのダウンがジリアスロングに灯されるとノルキアの勝利。ローキックを軸に谷川さん冷静ですね、ノルキアはね、ここだと仕留めたか、相手の弱点を見つけたノルキア、このローキックだ、しかし一発耐えた耐えた、クランジュリアスタワーリングインフェルノロングノックアウト。ヤンザ・ジャイアントノルキア、この大巨人決戦を制しました。相手は2メーター16、自らよりも5センチ大きい相手、この2メートルオーバー決戦を制したのはヤンザ・ジャイアントノルキアです。まあ、非常に谷川さん、ノルキアは冷静なゲームメイクだったんですけど、そうですね、まあ本当にジュリアス・ロング選手まだ K-1 初参戦ということで、はい、やっぱりローキックの対策ができてなかったですよね、まあ、ボクシングで7年間キャリアを積んでこの K-1 に入ってきたわけなんですが、ここでこのキックの怖さを一つ見せつけられて、この後この選手がどういう試合をしてくるか、2戦目がまた ね、非常に楽しみな感じもしますが、ヤンザ・ジャイアント・ノルキアは K-1 でのキックボクシングファイトは久しぶり、このハワイ大会も自ら直訴して出場してきたそうですが、その大事な大会の初戦、ローキックを軸に2メーター16のジュリアスタワーリングインフェルノ